女性たちなんだ。もう帰らなきゃいけないよ。あ、ダメ？お店やんなきゃいけないんだよ。ダメは偉いな。木田さんだって時々やるよ。じゃあ行くよ。さよなら。またね。手紙通り。そうっすね。私、赤手紙通りにかけてみるよ。もしもし、赤手紙通り？新だ。はあ、赤手紙通り。ひびきちゃん、ルクルクルクリズン、新。え、愉快、新。わーんだほー。よくできました、ひびきちゃん。え、ほんと？いや、英語で褒められるとすっごい照れちゃうじゃん。赤手紙通り。まあ、それで基本だよな。早く男の子用の食べ物見せろよ、赤手紙通り。おい、マグロ、なんで話しちゃうんだよ。私、一口でもいいから食べてみたいな。的にも精神的にもいける口って気もしないでもないが、でも今の俺はもはやジェントルマンだからな。ねえ、ひびきちゃん、君は今いくつかな？16だよ。もうすぐ17歳になるんだ。でしょ？ほらさ、世の中にはそれぞれのコミュニティ独自の決まりってものがいろいろとあるよね。マナー。そう、マナーとかもそうといえばそうだけど、ルールとかさ、法律とかね。うん、盗むのはいけないとかね。そうそう、例えば日本の法律の場合、タバコやお酒は20歳からとかさ。
あと、そうだな、18歳未満は見ちゃいけない映画なんてのもあるよね。おあとね、伝統文化とか特殊な職業なんかの世界には女人禁制なんてこともあってね。女人禁制？女の子が参加できないこととかあるんだよ。もちろんその逆で男ができないことだってあるけどね。でね、今ここに俺が持ってきたこのクーラーボックスの中には16歳の女の子が絶対に食べるのは愚か、見てもいけないってものが入ってるんだ。だから分かるでしょ。うん、難しくて分かんないよ。あ、すげえ、今表をパンダが駅の方へ向かって走っていった。マジマジ、すっげーよ、めちゃくちゃ白と黒だったよ。今追いかければひょっとしてまだ見れるんじゃないかな。めちゃくちゃ白と黒、ほんと見てくるよ。名付けて人寄せパンダならぬ人払いパンダ大作戦だ。さーてと、それじゃ。いいから食えよ、約束しただろ。食材のことか。よし、解説しよう。you
違うよ。なぜかは余計なんだよ。いいんだよ、ハッピーエンドなんだから。今、うって言った。どうしたの？大丈夫？本当に平気？そう？うんうん。千早の経済学？うん、頑張ってね。じゃあ、早寝しなきゃ。じゃあね、おやすみ。明日も会えるといいな。このようにあらゆる不幸のバリエーションについて皆さんから意見を出していただきました。ちょっと復習してみましょうか。と、ここまでが先週の講義での話ですが、では、ここでまたテキストの最初の章に戻ってみましょう。もう一度思い出してほしいのですが、最初の講義で私は皆さんに何をお見せしましたでしょうか。そうですね。では、テキストの最初の一行に目を落としてみてください。このテーマについても、やはり皆さんから様々な意見を出していただきました。例えば、目標に向かって励んでいる時とか、そのことで評価されたり、自分自身その成果を実感することができた時とか、他人とコミュニケーションしている時、協力して一つの結果を出せた時、お腹が空いた時、おいしいものを食べたとき、眠いとき、眠っているとき、目覚めたとき、恋をしているとき、失恋したとき、泣いているとき、まだまだありましたね。気持ちいいデートしてるとき。そうです。それもありました。テキスト忘れたの？
呆れた。じゃあ今までどうしてたの？わかった、お初でしょ。初めて出たのね、この講義。呆れた。なんで撮ったの？興味あったからでしょ？違うの？わかった。この講義、出欠取らないし、試験ないし、レポートさえ出せば単位取れるから、そうでしょ。ビンゴヨーロッパ48日間の旅プレゼント。ジョーク、はい、見せてあげる。一緒に見ようね。嬉しいなとか、要するに幸せを感じてる時でしょ。ではここで少しだけそのテーマを具体的に模索することにしてみましょう。数々の意見の中に希望、目的、盾、夢、成果、感動など様々なキーワードが出てきましたね。これらをシンプルに総括すると